僕、竜卓は、韓国プロ野球、LG ツインズに所属していた大韓民国の元プロ野球選手。高校時代は、ユアリオが同期だった。卒業後の1998年に、LG から指名され入団。2006年は、第1回 WBC 韓国代表に選ばれた。2008年は故障で96試合出場に止まって、打率も2割5部台まで落ち、 デビューから続けてきた3桁安打の記録も途切れるなど、不本意な1年を送った。また、チームも最下位に沈み、その一員として、中心打線を担っている彼の不振が挙げられたりした。2009年は、前年の不振から立ち直り、自信初となる、首位打者のタイトルを獲得した。しかし、シーズン終盤の9月25日の LG、ロッテ戦で、 首位打者争いのライバルだった後世が4支球と LG 投手陣から明らかに勝負を避けられ、僕本人は試合に出場しなかった。この件に関して野球ファンから LG 球団に非難が殺到し、物議を醸した。2010年オフに FA を行使し、LG と再契約し2011年から4年間の大型契約を結んだ。2012年は得点券。 打率1位をマークし、3年ぶりにゴールデングラブ賞を受賞。2013年は、高い打率を残しクリーンアップの一人として存在感を示した。2014年オフ、2度目の FA を行使し、LG と再契約し2015年から4年間の大型契約を結んだ。2016年8月11日、3室野球場での NC 大のス戦で、 韓国プロ野球史上6人目となる個人通算2戦、アンダを達成した。2018年6月23日、産室野球場でのロッテジャイアンツ戦で、韓国プロ野球の個人通算アンダ記録を更新した。2018年オフ、3度目の FA による再契約で LG と2019年からの2年契約を結んだ。2020年10月6日、 三室野球場でのサムスンライオンズ戦で、韓国プロ野球史上初の通算2500安打を達成。さらに、同年10月8日、三室野球場でのサムスン戦で、テイヨシヒロを抜いて通算試合出場数の韓国プロ野球記録を更新した。LG との契約が切れる2020年限りでの引退を公言していたため、2021年放流戦手名簿から除外された。 そのため、現役最後の出場は2020年11月5日、トサンベアーズとのポストシーズン、準プレイオフ第2戦での代打で、結果は、ファールフライによるアウトだった。2021年より、韓国のスポーツ専門テレビ局 KBS、N スポーツの解説委員として活動する。快速を武器とした、俊足高打の外野手で、 三塁打が多く2005年には、投類王のタイトルを獲得するなど、投類技術も高い。しかし、肩が弱く守備では、相手走者の進塁をたやすく許すのが弱点だが、堅実で失策は少ない。また、高打者と言われながら三振の数が大きく上回るほか、デビューの頃から、長らく打線の中軸を担ってきたのに、通算記録で、得点の方が打点の方を上回るなど、やや、 チームプレーを粗末にしているのではないかという批判を受けることがある。韓国球界有数の美男選手として有名で2006年頃にはソウル地下鉄の広報大使としてポスターにも登場した。ありがとうございます。